こんにちは。5分以内の質問対応、日本一生徒のことを考えるプログラミングスクールテッカイスの加藤です。今日はですね、プログラミングスクールでよくある転職保証や案件保証には気をつけましょうという話をしていきます。まず結論から言うとですね、転職保証も案件保証もほぼほぼ意味がないので、鵜呑みにしないようにしましょうということです。じゃあなんでそういうふうに言うかっていうのを、説明するために3つのポイントに分けて話していきます。まず1つ目は、転職保証と案件保証がそれぞれ何のことかっていう話をします。そして2つ目がですね、転職保証と案件保証の落とし穴ですね。で、3つ目は、なぜテッカイスが転職保証や案件保証してないのかという話をしていきます。まあ、まずそれぞれ何なのかというとですね、転職保証っていうのはプログラミングスクールを卒業後ですね、皆さんが転職できることを保証しますっていう制度です。で、もし転職できなかったらキャッシュバックしますっていう制度ですね。で、まあ一見良さそうに見えますよね。で、後で落とし穴を説明していきますが、案件保証っていうのは、プログラミングスクールを卒業後、こちらも案件を一つ、副業の案件を一つ獲得できますよっていう、スクールから紹介しますよっていう保証です。で、まあこの2つについてそれぞれ落とし穴、デメリットについて話していきます。まず転職保証について話します。まず落とし穴1、転職保証の落とし穴1は、ソフトウェアエンジニアの仕事とは限りませんと。例えば、仕事ならですね、コールセンターの仕事とかですね、 IT 系のコールセンターの仕事とか、まあ、ちょっとひどいようなことを聞いたりするのは携帯ショップの店員などもあったりして、もう全然プログラマーじゃないじゃんっていうのも含めて転職保証になってしまうんですね。そうするとキャッシュバックが受け取れなくなるので、そもそも転職保証のされるですね、ゴールっていうのがソフトエンジニアとは限らないと。まあ、2つ目のよく聞く落とし穴は、週に何回応募しましたかっていう、条件がついていて、例えば週に20回とか30回、30応募を毎週繰り返さないと、転職保証が外れてしまうっていうようなのがあります。で、3つ目がですね、そもそも東京に移住できることが前提とか、まあ、大阪に移住できることが前提とか、首都圏に移住できることを前提としているっていう転職保証もあります。これそもそもお客さんがちゃんと学校に入るとき説明すべきですよね。でもこういった説明をしないで、まあ、例えば北海道に住んでる方に転職保証あるんで安心してくださいって言ってそのまま入校させてしまうっていうスクールもあるので、なので非常に要注意ということです。で、4つ目が、スクールから出された就職先、まあ、しか選べませんっていうようなことが条件がついてきます。で、これスクールもですね、人材紹介の授業をやっているので、まあ、自分たちが出すカードから選んでほしいんですね。でも例えば年収が合わなかったりとか、自分がやりたい職種じゃないとか、まあ、場所がそもそも合ってませんっていうふうに断ってしまうと、あなた断りましたよねってことで転職保証の対象にならないんです。なのでここまで話してみて皆さん どう感じましたか？これそもそもいりますっていうのが、私が思っていることです。で、次は案件保証です。案件保証は、転職保証よりはほどはひどくないんじゃないかなと自分は思っていて、スクールがですね、生徒さんに対して案件を出すと、環境を保証するっていうのがあるんですけど、まあ、そもそも一応前提としてですね、大体このくらいの合格ラインの生徒さんだけとかいうのがついていて、そういった合格にしないと案件をもらえないとか、そういった言い訳付きなんですね。で、この合格ラインがどのくらいかとか、そういった明確な定義もないんですね。まあ、もう一つは、どうせ1件しかもらえないんで、例えば3万とか5万くらいの副業の案件1回もらっても、それってしょうがなくないですかっていうふうに私は思っていて、その1件案件をもらうことではなくて、継続的に案件を取っていける力の方が大事ですよね。なので、自立して自分で取れる力っていうのをテッカイスでは教えていて、副業サポートでは自分で取れるような方法っていうのを教えています。で、これも弊社 100% って保証してないですけど、しっかり案件取れてます。なので、自分で取る力が欲しいのか、それとも一発目の、まあ、案件一つだけ欲しいのかっていうので、冷静に考えてもらえたらなというふうに思います。はい、っていうのが、まあ、転職保証案件保証の落とし穴なんですが、テッカイスがなぜそういった保証してないのかっていうのをですね、まあ、皆さんすでに分かってもらえたかなとは思うんですけど、テッカイスはですね、日本一生徒のことを考えるスクールだっていうふうに言っているので、まあ後出しじゃんけんみたいなことで生徒さんのことを騙したくないっていうことですね。
まあいろんな条件をつけて転職保証は実はしているけど、まあ、こういった条件であなた除外ですみたいな、後で生徒さんのことで揉めるようなことをしたくないので、こういった保証をそもそもつけてないです。あとですね、そもそもの話もう一つは、転職とか副業とかって結局生徒さんの頑張り次第です。これどこのスクールも 100% 保証できないですよ。そもそもコースを卒業するまでの道のりって自分でしっかり勉強しなきゃいけないですし、転職保証も副業保証もコースを終了した前提です。なので結局生徒さんが自分の自身で頑張るっていうことをしないと転職も副業もできないんです。プログラミングスクールが保証できるなんてことはないです。まあでもテッカエースの卒業生はですね、転職希望の方は 90% 以上しっかり転職できていますし、副業を取りたいと思った方もコース中にほとんどの方が副業の案件を取れています。まあこれがですね、実情なので、転職保証であったり案件保証という言葉をですね、鵜呑みにしないで自分で頑張っていくぞと、プログラミングスクールに入って自分でスキルを身につけて、じゃあ自分でしっかり企業に応募していくぞとか、面接の練習頑張っていくぞっていうのが非常に重要なので、まあこういった課題広告に騙されないでほしいなと思っております。はい、この動画は以上になります。